輸送手段だ。だけどそれをそう、もうだから廃車も全部終わって、その手のやつが一気にいなくなって、最後のだから2年間はそんなんだったのね。もう廃車で運ぶものばっかりだから、最後だからワームとかの空、もう空っぽだからめちゃくちゃ引っ張ってた、うん、山ほど引っ張って会社がいるのって、一部は本当に改造されるとかいろいろそういう理由で北海道に持ってったりとかいろいろしたけど、ちょっとその方が先になくなって、なくなっちゃったもんね、うん、紙の方が最後になって、やっぱ最終的に残ったらやっぱ青アムなんだ、青茶が最後、最後途中でいらんなっちゃったから、ね、でも入れ替わりましたね、うん、ちょっとやっぱり軸受けの整備の問題はね、うんうん、あれだからコロ軸のやつが最後までいるんだけど、あ、そうかそうか、青山ね、コロ軸なかったと思ってる、そう、ね、メタルでやってるところなんてもう 2箇所しかないでしょ。だって秩父と三里くらいでしょ。コロナだ、もう全部。あ、だから廃車から送ったやつでもう切り替えちゃったらしい。廃車の前からもう2年以上で運ばれちゃってるから。あ、だったらもうね、うん、そうすると本当に秩父だけなんだ。そう。あ、やってるのは。41自体が残ってるのは JR と秩父だけだから、ね。うん。JR は何あれ？あの保機 800？ 保機800の初期の車がまだ 4HC 入ってるからね。あ、満期のやつは結構まだいるの？いるいる。貨物委託になってる輸送のやつだけだって。宇都宮は昨日もうターさんが言ってたけど、あの石の輸送終わったって言ってた。あの剥がしたって。あので残ってる石も全部回収したって言ってた。あのそれの撤去作業の時にね、当たったらしくてね、行って、あーって、もう終わったよって言われて、石運び出してるところだよ、今とかね。昔は大宮とかにね、たまに起こったけど、もう見なくなったか、いなくなったのに、だって、災害が北八終わったのも、もう去年、うん、去年、北八の輸送が終わってもあの、週末見るのができなくなったし。小野上はその前か。前。うん、そう。でも最後の廃車の今見通しが西日本に行かなきゃ見れない。西はまだ大変残ってるから。うん。あと、新潟地区の貨物委託分があるって言ってたから。だから、あんな何社かは残ってるみたいだけど、それだけらしい。